最近ですねあのパソコンのお供になんか常にブルーベリー食べてるんですよ毎日のようにでこれあのスーパーのヤオコっていうところで買ったやつなんですけど250円とか60円ぐらいで買えて 160g なので結構入ってるんですよでブルーベリーってなんかフルーツの中でも相当体にいいみたいでなのであのー まあおやつ代わりですね。例えばチョコレート食べるとか、まあ、アイス食べるとか、いろいろあると思うんですけど、最近もブルーベリーばっか食ってますね。そのパソコンしながら。で、ブルーベリーって、その、食べやすいんですよ。コロコロしてるので、チョコボールみたいな感じで。で、袋パッて開けて、そのまま口に流し込んだりとか、あのコップに移して、そのスプーンとか箸で食べたりとか、あとは、ちょっと溶けてくるとですね、なんか、 あの本当にフルーツをそのまま食べてるみたいな感じでか食感とかもすごくよくってで甘くってであの、まあ、味も濃いんですよねだからあの満足感があるんですよブルーベリーってでブルーベリーについて結構調べたんですよ YouTube で,でそうしたら結構ブルーベリーは最強の,、まあ、あのフルーツだみたいなことが結構アントシアニンでしたっけそういうのがあったりとか まあ,あと植物繊維があったりとか、まあ、結構まあそうですよねその100%ブルーベリーなので何かそういうチョコとかなんかアイスとかなんかカフェとかカフェラテとかなんかそういう何か作られたものじゃなくてこういうなんか自然そのままの食べ物を食べるといいのかなって思いますねだから最近あの本当にこれ 副業とかパソコンとかテレワークの人とかも多分結構いると思うんですけどもブルーベリーがマジでおすすめの理由っていうのがもう一個あってコンビニで売ってるんですよどこでもセブンでもファミマでもローソンでもコンビニでどこでもブルーベリー買えるんですよまあしかも300円以下で,でしかも結構満腹感があるので 160g って普通にお茶碗一杯分ぐらいありますよねご飯のだから一番いいのがブルーベリーと あとはナッツ系ですね。ナッツ系は食べますね。ブルーベリーとナッツと、あと飲み物は、まあ普通に水。水も中高水の水っていうのがあって、あれ中高水でしたっけえっとファミマ、ファミマだけ塗ってるのがあるんですよ。普通、軟水と硬水じゃないですか。 そこに中高水だっけなんかその名前の,なあの名前が霧島の水みたいなのが売ってるんですよファミマだけに。でこれがあの一番僕おすすめですね。軟水でもなく香水でもなくてその真ん中の水がファミマにだけ売ってるのでこれが一番水としておすすめです。あとはまあブラックコーヒーとかでもカフェインとか入ってるのでまあ作業する時にはいいのかなって思いますね。 まなので飲み物は水か、えー、ブラックコーヒーでおやつはブルーベリーであとは小腹が空いたらナッツでそれを完食にしてで1日1食、まあ、それは普通の食事なんですよだから1日1食の食事プラスブルーベリーやナッツブラックコーヒーなどの完食毎日このこれしか食べてないですねで全然太らないですねやっぱり。 あの体重も維持でできるのでやっぱりどうしても年を取ってくるとあの絶対に全員肉とかついてくると思うんですよ絶対に太ってくると思うんですよ人間って筋力も衰えますしでもやっぱりもう食べないことによってそれをコントロールできるので、まあ、とにかく食べないですねで食べないと時間も生まれますし例えば食器を洗ったりとか買い物に行ったりとかをがなくなるので時間がやっぱり 出出るるんですよ時間も出るしお金も使わないんですよでしかも健康に良くって見た目も良くなるっていうことで 3, 3いや本当に一石三鳥ぐらいなんですよ食べない行動ってで食べたとしてもこういったナッツとかブルーベリーを食あの完食で食べちゃえばその健康にもいいし太ることもなくなるので最近のルーティンはもうブルーベリーですね食いまくってますね毎日のように。 なんでこう動画を撮るかっていうと、まあ、これからもブルーベリーを食べ続けようっていう、まあ、意識をですねちゃんと脳の中に入れようかなと思ってあの動画を撮ったっていう形ですね、まあ、よかったらブルーベリーですねあの副業やってる方とかテレワークやってる方これかなり本当にコンビニとかスーパーでもどこでも買えるのであのめちゃくちゃおすすめなのでちょっと一回ですね食べてみてください